い、こんにちは。それじゃあ続きやっていきましょう。お化け電車、調べよう。いきなり一つ目の階段。これがお化け電車。誰も乗ってないじゃない、神様。もう神に頼るのか、お前が。コイン、こてつすまねえ、コイン見つけちゃった。ブル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 、なんだよ、怖くなんかないぞ。この子とかは？アラハバキスイセア、お前、お前、お化け電車が来てるんだけど何も興味とかねえんだ。あら、そう。僕は？暗くなっちゃった。口先女。あ、でも口先女も確かあったな、俺。墓で。え、行くか。謎。これだもんな。うん。電車に事故はつきもの。調べてみるか。電車に乗り込みますか？行こう！僕も行くよ。行こう。なんだ？ガチのやつなんか？その単純に回想とか？本当に誰もいない。一体どうやってここまで走ってきたんだ？ん？誰かいる？ん？いるじゃん。あれ。しまった。まさか寝ちまったのか？え？え？どういうこと？え、普通に居眠り運転してたってこと？危なすぎね。遅いな、まったく。いつ来るんだ、この電車は。これは、確か、最初の方に見た未来史だ。珍しいわね。大変だ、大変だって。そうだよね。事故を起こしたらしいぞ。居眠りして死人前出てるらしい。それを未然に防いだってことか。このまま行くと、居眠りしたままこの人が運転してしまって、10分後ぐらいに事故ると。この人、まさか。乗るのかい？君たち。そうだ、間違いない。この人はきっと。なんて答えよう。え、多分この人って、あの酔っ払いの人、飲酒運転してるってこと？スルメ派？おじさん、スルメ派ですか？それともそれは、お兄さんの方かな？は、何を言ってるんだ、君は。大人をからかうと、あれ違うのか？あれ？なんだお前。どうしてその話を。やっぱそうじゃねえか。お前飲酒運転してるな。昭和ってそういうの許されるわけないよな。おじさんズバリ。お酒臭いですよ。え？くんくん。わ、ほんとだ。いいんですか？そんな状態で運転なんかして。ダメに決まってんじゃん、おい、お前。本当だよ。どうするんですか？事故でも起こしたら。は、は、は、何を言い出すかと思ったら、子供はこれだから困るな。酒なんか飲んでるわけないじゃないか。こいつ。まあ、しかしだ。確かにちょっと体調が悪い。ここは交代した方が良さそうだ。待ってろ。すぐに別の運転手と交代してもらうからな。なんだあの人。なあ、あいつやべえよな。でもすごいや、港。どうしてわかったの？うん。なんとなくさ。ん？ん？ ん？ なんだ。なんか、聞こえるような。あれ、のぞみじゃない？違うのかな？何をうるさいな。あ、のぞみ。え？この子が。あれ？やだ、戻ってきちゃった？どこ行ってたんだよ。心配したんだよ。どこにいたの？ほんと、運転手と何してたの？そんなことで。別にどこでもいいでしょ？待ってよ。
ちから降りるんだ。やっぱり夢で見たこと同じだ。そっちから降りるの？向こうじゃないの？そっち電車とか線路じゃないの？あ、生きてた。お前らすげえな、勇気あるな。あ、のぞみ、どこ行ってたのよ。心配したんだからね。関係ないでしょ。うわ、性格悪。心配してくれてるのに。関係あるよ、バカ。誰がバカ。なんで泣いてんのよ。あ、何その優しい一面。心配したんだからね、バカ。解いてよ。おい、ちょっと。追いかけた方がいいよな。おい、どうしたんだ、こ。なんで泣いてるんだ。ねえ、渡るは気づいた？ひどいね、あれは。え？あ、何がだ？何が？がつかなかった、あの顔のあざ。え？あざ、なんだそれ。ガチで虐待されてるのか？朝よりも増えてたよ。ということは、一度家に帰ったのかな？そうね、多分そうだと思う。思ったより近いのね、あの子の家。もうお前クソバカだな。お前マジでバカじゃねえか。なんだよお前ら。何の話だ。わからねえぞ。うるさいわね。今度話すわよ。さ、急ごうよ。のぞみ、またいなくなっちゃうよ。のぞみ、待ってよ。あ、行くぞ。おい、待てよ。あいつほんとバカだな。みやと、またアジトで待ってるからね。これがでも、お化け電車の謎だったってこと？間違いない。きっとそうだ。僕は今、未来を変えたんだ。あの夢で見た、電車の事故、あれを防いだおかげで、望みに会うことができた。七不思議を解けば、願いが叶う。きっと、こういう意味なんだ。七不思議を解くと、未来が変わって、一つずついい方向に向かっていくって感じか？なるほど、飲酒運転。だから、その、運転手はいなかったんじゃなくて、見えなかっただけだと。で、その後、飲酒運転をして、事故を起こすと。そういう未来を回避しましたよと。なるほどね。ついでに女湯の会も行きたいな。夜だし今ダメかな。この調子で次は女湯の会を。あ、女湯行ってると俺が女湯に入りてえみたいだけど違うからね。死体が埋まってるんだよ。置いていかれた。アジトに来いって言ってたよな。あの体育倉庫だ。行かなくっちゃ。あれ？待てよ。のぞみに会ったらすぐにバレちゃうじゃないか。僕が兄だなんて嘘だって。どうしよう。いや、考えても仕方ないや。また出任せ行って乗り切るしかないぞ。頑張ろう。最高だな。あ、この辺でも話しかけたか。ま、変わってないのかな。間違えた。そうだね、コインとかもないみたいだからもう変えるか。で、次が多分、一個ずつ行くんだったら、女湯の回だと思うんだけど、本当なんか俺が入りたいみたいな感じ。死体があるのよ。名探偵としてはね、死体をね、お金がないと入れない。やっぱ解き明かすっていうのが、大事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 なんだよ。
誰も知らねえって思うけど、一応俺は巷で名探偵って噂なんだよ。知らなかったでしょ。多分、あ、間違えた。こっちじゃねえ。あ、もうやっち、なんかいたな、今。ちょっと待って、なんか誰かいたぞ。道間違えたけど、ナチュラルに。誰かいたな。女の人。ああ、心配だわ。あの子元気でやってるかしら？あの人、一人で大丈夫かしら？ん？安心。いや、あ、てっきりさ、お母さん一人で単身赴任してるのかなって思ったけど、違うわ、多分あれ、旦那さんとお子さんがお墓の中にいるんじゃないの？うわ、切ね。切ねえから、体育倉庫行こう。あとなんかあったな。謎。なんだっけ？ちょっと見とこう。カッパと土の子と口裂け女、まれびと様か。カッパと土の子はなんか、その、探す系だけど、口裂け女はちょっと面白そうなんだよな。ホラー要素があるから。学校に行きましょう。よし。で、事情も聞けるんじゃないのかな、のぞみちゃんの。あ、来た来た。遅い。なんでいつも置いてくのさ。ちゃんと捕まえといたわよ、のぞみ。ほら、のぞみ、こっち見なよ。誰だと思う？心配して来てくれたんだよ。大丈夫かな？は？優しいお兄さんよね。わざわざ探してくれるなんて。終わった。どうだ、のぞみちゃん。何しに来たのよ。おせっかいなんだから。え？なんだ？どういうことだ？え？合わせてくれてるのか？はい、これ。あげるよ。何？何これ？お弁当箱？忍者、学ぶって書いてる。学ぶ？お弁当箱？おにぎり入れといたよ。ありがとう。お腹減ったでしょ？寝る前に食べたらいいよ。待って、学ぶって父ちゃんの名前じゃなかった？でもこの子渡るって言ってるよ。うん。ん？え？じゃあな。え？おやすみ。明日迎えに来るからね。え？え？おやすみ。おやすみ？ちょっとちょっと、まさかと思うけど、僕ここで寝るの？そうよ。この子と二人で？そうよ。問題ないでしょ。兄弟なんだから。まあ確かにそうだね。旗から見るとね。かくまってくれるんじゃ。かくまってるじゃない。いや、てっきり誰かの家に泊めてくれるのかと。そんなわけねえだろ。父さんに怒られちゃうわよ。今日はもう遅いから、今後のことは二人で相談して、また明日、ね。相談っつったってな、嘘でしょ。とりあえず話してみようぜ。まさかとは思うけど、この世界では本当にこの子が僕の妹？ところであんた誰よ。そんなわけないか。やっぱ話合わせてくれてたんだ。は、ミナトって言います。私のお兄ちゃんなわけ。あ、そっか、記憶喪失だから。違います。知ってるわよバカ。いや、記憶喪失も嘘っていう話は本当なんかややこしいな。何の話よそれ。超気持ち悪いんですけど。
なんか今時だな、話し方。話せば長いのですが。ああ、いいや。面倒だから。え？もう寝ようよ。私疲れちゃった。え？そんなんでいいの？目の前に自分のお兄ちゃんだとはなんとか言うやべえやついるのに。てか、体育マットをもうちょっと広げればいいのに。なんで地べたなんだよ。寝られねえ。あら、緊張してんの？ねえ、まだ起きてる？起きてます。なんか話さない？なんでですか？なんでって、私も寝られないから。ここ、変な匂いしますもんね。倉庫だからね。ねえ、なんで敬語なの？え？君いくつ？11。11歳か。一緒じゃん？え、嘘？もっと、大人かと思った。普通に話そうよ。はい、じゃなくて、うん。え、なんかいい感じになってるよ。何の話しようかな。まあ、いきなりあざのこと聞くのはちょっと失礼だよな。まずのぞみちゃんのこと聞いてみようよ。のぞみちゃんは、のぞみでいいよ。ああ、じゃあ、のぞみはさ、覚えてないの？どっから来たのか。信じてる？その話。嘘じゃないの？やべ、わかんねえぞ、その辺。うん、もちろんさ。そう。そっちは、どっから来たの？忘れた。あれ、一緒じゃん。そっか。いや、本当は、いいわよ。言いたくなきゃ。うん。ありがとう。お、なんか、いい感じじゃない？おにぎりはちょっとまだだね。多分これ進むもんな。変わってくれた。あのさ、どうして話を合わせてくれたの？あんた、家出してきたんでしょ？ちょっと違う。え、どうして？わかるわよ。似たようなものだもん。私だって。そうなの？言うんじゃないわよ。はい。なんとなくかばっただけよ。明日になったら、本当のことを言いなさいよ。信じてくれるかな、未来から来たって話。ずっと、兄弟だと思われたら気持ち悪いからね。いいじゃん、別にお兄ちゃんって呼んでよ。分かったよ。じゃあどこに行ってた？家に帰ってた。言いたくない。いやね、子供ってさ、デリカシーがなくて。自分だって子供のくせに。じゃあちょっとこれ聞きに行くけど聞いてみるか。最低、そういうの聞く？普通。いや、だってさ、その、力になれるかなって。すみません。あ、じゃあおにぎり食べる？おにぎり、ほら。あ、そうだ。おにぎりもらったんだった。ほら、これ。一緒に食べる？いやよ、素手で持ってんじゃん。あ。大丈夫。身が来る前に食べたから。本当に？そう。じゃあ遠慮なく。なんか嘘っぽいな。もぐもぐ。むしゃむしゃ。美味しいな。バカっぽいな。そういえば、朝から何も食べてないんだった。あ、結局、美味しい棒食べてないんだったっけ？もぐもぐ。むしゃむしゃ。美味しいなぁ。くっすん。やだ。なんで泣いてんのよ。泣いてないよ。泣いてんじゃん。あ、でも11歳の男の子が背負うには重すぎる宿命よな。いやーね、男って、
本当子供だわ。そろそろ寝よっか。うん。寂しいよな。母ちゃんもいないし。どうしたの？何見てるの？この渡れのお弁当箱、名前が書いてある。あ、やっぱり？私めだって気づきましたよ。それがどうしたの？でも、学ぶって、兄弟のかな？ああ、それね。あの子、学ぶって言うらしいよ。本当は。最初に会った時聞いた。え？え？渡るじゃないの？これは、あだ名なんだってさ。あだ名？なんだっけな？なんだかすごく変わった名字なんだよ、あの子。時渡るじゃない？なあ、ねえ、そうでしょ？だからそれが、あだ名なんだって。時渡りで、渡る。いや、なんかちょっと違うな。変わった名字。渡るって、まさか。なんて言ったっけ？渡り。ん？時渡り。まさか、時渡りって言うんじゃん。あ、それそれ。なんだ、知ってんじゃん。うおー、父ちゃん！時渡り。学ぶ。父ちゃん！え、その後、のぞみと何の話をしたのか、全然覚えていない。僕はとにかく、体が震えるのを抑えるのに必死だった。この時、ようやく気づいたんだ。あの子が、この世界で最初に会った彼が、探し続けていた父さんだったってことに。ってことはさ、母ちゃんもいるんじゃないの？母さんもだって、この町で出会ったとかなんとかだったんじゃなかったっけ？まさかこれ、あ、終わったはい、というわけで、まあ、今回もね、いい感じのところで終了となりますので、よかったらまた次回見に来てください。やっぱり父ちゃんかよ。そんじゃまた、お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。